お粗末な作戦で多数の兵士を無駄死にさせているがプーチン大統領がいまだに暗殺されない本当の理由暗殺されれば平和が戻ると考えるかもしれないがウクライナへの軍事侵攻を決断したのは言うまでもなくプーチン大統領だ今後さらに続けるか撤退するかについても間違いなく最大の決定権を持っている ではもしプーチンが大統領の座を退くことがあれば戦闘は一気に終結するのではないかいっそ暗殺されれば世界に平和が戻るのではないか平和を願う誰もが一度はそう考えたかもしれないまして身内をロシア軍に多数殺害されて怒りに震えるウクライナの人々ならそれを望むのは理解できるその可能性はどこまであるのか 本校で探ってみたいもちろん道義的、法的に正しいのかデリケートな問題でもあるが、国際的にどう議論されているか、また国家間のルールである国際法の観点から試行実験することには相応の価値がある。ロシア軍によるクーデターはあるのか。 ロシア国内でのプーチン政権の転覆、つまりクーデターの可能性はあるのだろうかクーデターを起こすには、物理的に政権を掌握しなければならないため、武力を使って実力行使に出る能力が欠かせない。だとすれば、軍部、あるいは治安機関、情報機関の行為の人物が関与することが前提条件となる。歴史を振り返れば、 ロシアは帝政ロシアの時代からロシア革命ソ連の崩壊現代ロシアへと体制変革を何度も経験してきたまたソ連崩壊後からプーチンが第2代大統領に就任するまでの約9年間の激動期にもいずれも失敗したもののクーデターは何度も起きている1991年には 国防省や KGB 議長を含む保守派がクーデターを行うが失敗初代大統領ボリス・エリチンが権力を掌握する流れを決定づけたまた93年には元軍人のアレクサンドル・ルツコイ副大統領がクーデターを画策したが失敗エリチン大統領が勝利したさらにクーデターと呼ぶほどではないが98年には 退役軍人のレフ・ロフリン将軍が政党を組織して政権掌握を目指したが別荘にてなぜか妻に銃で殺された陰謀論など多くの憶測を呼ぶ事態となったが体制に影響はなかった軍や KGB 幹部と協力し失脚に追い込む成功例を挙げるなら むしろ体制そのものが強固だったソ連時代の方が多い。まず独裁者スターリンが死去した直後の1953年、ソ連は集団指導体制に移行するが、中でも事実上の最高権力者となったのがラブレンチー・ベリア内務省だった。ところがわずか3ヶ月後、共産党初期だったニキータ・フルシチョフらによって、唐突に権力の座から引きずり下ろされ、 その半年後には銃殺されたこのクーデターが成功したのはフルシチョフらに独ソ戦の英雄でもあるジューコフ将軍など軍の協力があったためとされているベリアは内務省のトップだったためフルシチョフは諜報機関の協力を得にくかったようだその11年後の1964年には フルシチョフも後任のブレジネフにより失脚させられた。この時は、軍と重報機関である KGB のトップ、ウラジーミル・セミチャストヌイ議長の協力が大きかったと言われている。フルシチョフはセミチャストヌイを KGB 議長に任命した長本人だが、裏切られる格好になったわけだ。軍内部の監視構造では、現在のプーチン体制はどうか、 政権が発足してから20年以上が経過し政治体制が比較的安定していることを考えると参考になるのは90年代ロシアの不安定期よりソ連時代の安定期かもしれない士気が下がっている軍部に期待する声もあるがただしスターリン以降のソ連時代は集団指導体制だったが 今日のロシアはプーチンに権力が一極集中し独裁体制である。対抗できる権力者、強い野党指導者なども存在しない。したがって軍も治安機関もすぐに担ぎ上げる人物がいない。その意味ではクーデターの可能性はそもそも低いと言える状態だ。一部には軍部からの行動に期待する声もある。 一連の侵攻計画があまりにずさんで、ロシア兵に想定外の犠牲が出たことは周知の通りだ。最前線で戦う身としては士気も下がり、軍上層部や政権に対する不満も強いと考えられる。いっそ最高司令官さえ消してくれればという発想になったとしても不思議ではない。しかし、彼らがクーデターを起こす可能性は今のところ極めて低い。 クーデターの可能性が取り沙汰されるたび、セルゲイ・ショイグ国防相などの名前は挙がってくるが、プーチンとショイグはもともと休日を共に過ごすほど親しい関係にある。戦況の悪化を受けて関係が悪化している可能性はあるとはいえ、ショイグがクーデターを起こす可能性は極めて低いのではないか。また、制服組トップのゲラシモフ参謀総長とプーチン、ショイグとの関係についても、 プーチンを失脚させる意図を持つほどの大きな対立が生まれているかは不明だ。もっとも、不和が外部に伝わるようではクーデターなど絶対に成功しないだろう。なぜロシアではクーデターが起きにくいのか。なお、歴史を振り返っても、古くは帝政ロシア時代の1825年に青年将校らが決起したデカブリストの乱が失敗して以降、 ロシアでは軍によるクーデターはほとんど成功していないそもそも内部からクーデターが起きにくいというロシア軍独特の構造がある FSB ロシア連邦保安庁による監視が極めて強いからだ FSB はソ連時代の1954年に設立された有名なスパイ組織 KGB を前身とするロシアの情報機関だが軍の監視は KGB 時代からの伝統的な任務だ。軍の中に不穏な動きがないか、裏切り者がいないかを常に軍内部にスパイを潜ませて調べている。KGB や FSB といえば、若き日のプーチンが所属していたことでも知られる。FSB については、トップも務めていた。対外的な情報活動や傍聴活動、 カウンターインテリジェンスを担うイメージが強いが実は身内である軍も監視対象にしているわけだしかもプーチンは大統領に就任すると情報機関の相互監視を一段と強化させているとみられるもしクーデターのような不穏な動きを見せればたちまち極刑に処せられることは言うまでもない 体制変革に向けて主導的な役割を果たせるような将軍や大佐などの幹部人材はそもそも生まれにくい環境なのである。もし軍部が何らかの動きを見せることがあるとすれば、それは本当に国家が危機に瀕するか、もしくは自分たちの組織の存亡が危うくなった時だろう。罪人が長いほど代わりの人物が生まれにくい。ならば、 その軍をを監視してていいいいるる FSB が反乱起こす可能性はななのかそれれも限りなく低いと見られている軍や官僚など政府内の不穏分子を排除する仕事をなっている以上自身の組織内部に対しても監視の目を向けているのは当然だそもそも職員が互いに監視し合うことを前提とした組織であり相互不信の精神がなければ務まらない。 2、3人が集まって話すだけでも疑念をかけられ報告の対象になるとの見方もあるこれは KGB から受け継いだ文化の一つでもある実際、先に述べた通り1991年のクーデター未遂事件は KGB 議長が首謀者の一人だったが行動を共にする部下が少なかったのが失敗の一因とも言われているそもそも上司と部下 トップと組織の信頼関係が存在しなかった少佐だろう。